こんにちは、コアナビゲーターの小野田森幸です。今日はですね、奈良のホテル尾花さんのホテルのロビーに来ております。今日はですね、世界でたった一つだけの物語を作ろうのゲスト、映画監督の川瀬直美さんをお待ちしております。どんなお話が聞けるのか楽しみです。皆さんももうしばらくお待ちください。忙しいところ、はい、お時間いただきましてありがとうございます。はい、こんにちは。本日のゲストは映画監督の川瀬直美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね、担当職人に、はい、今までは結構ちょっと生い立ちとかいろいろ聞かせてもらってたんですけど、うん、はい、今回、ちょっともう担当職人に言いますと、うん、その映画監督に今なられてるじゃないですか、はい、で一旦ちょっとこう俯瞰された時に、うん、川瀬直美という人を別人格というか遠くから見られた時に、うん、なぜ映画監督になられたかっていう、まあ、きっかけからなんかもともと本当に映画とかは、はい、興味がないというか、もう私が生まれ育ったこの奈良の町には名画座みたいなものがもうどんどん閉館になって、うんうん、そしてちょっと大手の映画館が多少残っているようなぐらいのものだったので、うん、はい、映画館に足を運ぶっていうことも映画に憧れるっていうことも全くこうなんか関係のないところに来ていて、でもバスケットボールを中高ってやってたので、うん、はい、とにかくクラブ活動に勤しむっていう、うん、はい、休みの日もこうちょっと遠征に行ったりとか、はい、で高校時代はキャプテンもやってたから、はい、もうそれで国民体育大会に出て、うん、でそのままこう体育推薦で大学行くだったり、まあ、実業団に入るとかそういう道も実はあったんですね、うん、なので文化系というか、はい、それこそ映画研究会とか、はい、なんか学校にもあったような気はするけど全くそういうところには足を踏み入れず、で、まあ、とにかくアウトドアが好きでの人やったから、はい、じゃあなんで映画なのって言われた時に、はい、本当に自分でもよくわからないままに、はい、とにかく物を作りたいなと、はい、なんでかって言ったらこう今この瞬間ってどんどん消えていくじゃないですか、はい、でも二度とこの時間は戻ってこないから、はい、それってすごい切ないな、うん、もっとこの時間をもう一回こう再現したりとか、はい、うん、見たいなっていうふうに思った時に、はい、あ、なんか映像って記録できるんだねと思って、うん、でしかもそこに物語をいろいろ入れていくと、まあ、今の生きてる時間っていうのがちょっとしんどい時があって、はい、それをこうポジティブに、はい、作り変えることができるんじゃないか。で実は生い立ちで言うと、簡単に言うと自分は両親がいない、はい、で、まあ、遠い親戚の老夫婦に子供がいなかったので、はい、そこに、まあ、幼女が育っています、はい、でその人たちのことをおじいちゃんおばあちゃんと言って育っているから、はい、自分には親がいないというのはもう本当ちっちゃい時から分かっていて、はい、でお友達の家とはちょっと違う、うん、で名前もずっと自分だけが違う名前で、うん、その一緒に暮らしている人とは違う名前で来てたんですけど、はい、小学校4年生ぐらいの時に川瀬っていう川瀬家にもらわれた川瀬っていう名前に変わったんですよ。なんでこうちっちゃい時は違う名前で生きてて、うんうん、で急にこう違うまた名前に変わって、それが川瀬直美になってきて、なんか自分が何者であるか分からへん感じと、うん、はい、で誰から生まれてきたのかとか、なんで生まれてきたのかとか、そういうのがちょっと知りたくなって、まあ、つまりそれはネガティブな人生があったからこそ、うん、なんかポジティブにそれをこう自分自身で変えていこうと思ったのの表れが映画作りなんです。それはいつですか？これ18ですね。だから高校卒業するときに進路を決めなあかんということで、はいはい、で、まあその体育推薦とかあったけど、うん、そういうのはなんぼよう言っても30ぐらいまでしか現役で、うん、はい、バスケットボールできないから、これその後どうすんの、それだったら死ぬまで現役でいられるものづくりって、いつ
つまでたってもまあ自分次第なので、はいはい、まあ、体力なくなってもこう、ね、はい、あの精神力というか、はい、そういうものがあれば、はい、ずっと作り続けられるので、はいはい、要はね、なんか何で生まれてきたかわからへんから、はい、自分でその生まれてきた奇跡を残したかった、きっと、うん、何もないところからカメラを入れられました。そうなんです。だからもう全くカメラの使い方も分からへんし、その脚本とかシナリオとかコンテはとか、うん、俳優がいてとか、うん、もうそういうのが全く分からないまま、その専門学校、映画の専門学校に入って、はいはいはい、でそこで、まあ、一生懸命やるから、はい、自分の企画が通り、うん、一生懸命やるから監督になり、うん、で2年間ずっと、まあ、監督をやって作品を作るんですね、うんうん、それは専門学校時代2年間充実したんですけど、やっぱりこう目の前映画監督としてなんて生きていけへんから、お給料も出もらえへんから、なので、映像業界に就職する。あ、就職も、はい、しました。でもその1年経った頃に、はい、あの自分の出た専門学校の、はい、先生が足りひんようになってんねんけど、うんうん、先生として戻ってけへんから、はい、だいぶ悩んだんですけど、なんでかって先生安いんですよ、給料。あ、給料、はい、で、まあ、これ安くなるけど、でもなんか自分のやりたい映画をやれるかなと思って、その学生たちにも刺激を受けて、機材も使い放題だし、うん、まあお給料お金では買えへんのがここにあるかもと思って、うん、それで戻ってきて、その映像業界にいてたらもうちょっと無理なんですか、はい、そうですね、映像業界に出て、そのまあ言うたら企業からの依頼のものを作ってるわけですよね、はいはい、そしたら別に100点取らなくてよくて、そういうのって、あ、まあでも、まあ、あの赤点取らへんように70点、まあ、うまいこと1対80点、まあ、60点でも許されるよみたいな、まあ、そういう世界でしか、まあ、試されないんですけど、自分で映画作るって言ったら、まあ、ほんまに0か100か、そういうところですよね。なんか70点ぐらい取ってたら、それこそ評価はまあないという感じで、そういう、まあ、ちょっと20歳でもあったから、チャレンジで仕事を辞めて、一切辞めて、そこにポーンって飛び込んだんです。そこには、なんていうのか、そこの判断基準というのは、やっぱりそっちの方がワクワクするというか、うん、楽しい。生きてるっていう感じ。なんかこう、疲れた線路まで歩いてるんじゃなくて、やぶでも自分で切り開いていく方が、まあ、これ冒険ですけど、もう、うん、冒険、同じ人生やねんから、しかも私は何で生まれてきたかも分からへんと思ってる人生やねんから、自分で切り開いていった方が楽しいやろなと思って、うん、で実際そうやって、え、今までからそういう判断っていうのは、はい、部活の数からも含めて、うん、はい、どっちかでそういう決め方、そうです、してもうね、どう考えても死ぬ時に後悔せんへん、うん、そういうなんか右か左かって大きく分けてチョイスがあるとすると、後悔せえへん方を選ぼう。でどっちかっていうと、そうやって楽な方じゃなくて、うん、しんどい方とかちょっと無理かもなって思う方に手を出してしまう、あですね。それもなんかこう、そうしようというよりも、うん、なんか結構以前からそんな感じだったのかは、よく正解不正解って結構あるじゃないですか、うん、今僕らもそうでしたけど、はい、そういうのはなかったんですか。もう選んだからにはかなり難しい方を選んでるということから、うん、でそこに行ったらもうとにかく必死になるしかない、うんうん、で自分で勝ち取るしかない、うん、でもやっぱ人間ってそういう時にものすごいパワー出るんですよね、うん、なんかこうとりあえずここだけは守っとかなって思ったら、うん、守りに入ってしまって、うん、まあ、これはもうアスリート魂なんですけども、うん、表現の世界で文化系とはいえアスリート魂があるので、うん、なんかやっぱりアグレッシブに攻めるっていうか、うん、そういう風にしていくと、やっぱ世界中のなんかどこかで本気で戦ってる人と同じこう場所まで登っていけるみたいな感じで、まさにそのカンヌとかは、はい、そのうち、まあ仕事は4年間やって、はい、でも満を持して萌えの朱雀という本を書くんですけど、はい、まあ、それを書いたのが世界で、まあ、一番最年少で受賞するカンヌの新人監督賞っていうのなんですけどね、まあ、それが取れたのはやっぱり
もういきなり出てきたみたいに見えるけど、18歳から撮ったのが26歳、8年間はもう本当にこう下積みというか、うん、とにかく必死でその藪を切り開いていったっていう。だから日本映画界のなんかこう常識の中で、例えば撮ってたらカンヌは撮られへんかったし、うん、で自分のやり方を貫き通したからこそ、その東北フランスの方たちに認められるっていう、そういう作品だったかなと思います。そこはあれなんですかね、やっぱりその常識から外れるっていうののところの恐れとかっていうのはな、もちろんもちろんね、なんかこう誰かに否定されたりとかするのも怖いし、うん、はいはい、で、長いものに分かれてた方が安全やけれども、はいはい、特に島国日本は、はい、ドイツ民族で、あの価値観も同じだから、そういうところから外れるっていうのは、うん、かなり危険ですよね。それは幼い頃からなんかね、はい、染みついてますよね。はい、そうです。もうなんか先生の前では何も言わねえってせやけどね、みんなね、なんか思ってるんですよ。ですね、はい、でなんか思ってるけども言われへんっていう、はい、そういう社会の中で生きていて、はい、でただなんかやっぱりこれ自分を殺してその言いたいこと言われへんってやっていっても、なんか全部こう嘘の世界を生きてるような、つまり私にとってはそれは実感を伴わない、うん、誰が本音で喋ってるのかわからない、うん、まあ、これ日本人にありがちなんですけども、はい、あのそういうところでちょっとこうほんまに発言してみたら、なんかあれ結構みんなそう思ってるのねみたいなことがあって、でそれは私は表現の世界でやってみようっていう、はい、だから最初は日本でこの萌えの巣箱の試写会があって見せた時、なんかみんな黙って出ていくから全然あかんねんなと思って落ち込んでたんですよ。そしたらカンヌでバーってこうショートで、その途端にもうこうある意味手のひら返したみたいによくあるんですよ。そう、日本人はこう外に認められてやっとこう自分らの良さが分かるっていう、はい、まあそれは島国日本のっていう特徴かもしれないし、その長いものに巻かれ続けながら秩序を保って、はい、あの作ってきた文化っていうのは素晴らしいと思うんですけど、はい、なんかまあ私の時代は特にその今の若い子もそうかもしれないけど、軽々とね、そのまあネット社会でもあるし、そういうところで表現をしたら軽々とその何百万人ってこうあのアクセスしてもらって、それでプロデュースする、全然レコード会社通さなくてもプロデューサーいなくても自分で全部やってやるっていうのが出てきたし、まあそれのこうそういうものがなかった時代の私はそのみんなと同じようなことはしないっていう、ただ一点そういうところでやり続けて、そこでへこんだりとかちょっとあった時の対処法っていうか、自分なりのルーティンとかあるんですか、昔からとか最近とか。正直しんどい時はしんどいって言うってことですね。身近な方はい、でも愚痴も言うし、でもなんか落ち込むし泣くしみたいな、やっぱりその感情の発露を我慢して立派であり続けられるわけだから、まあ弱音吐いて、で、まあ、それそういう意味ではそんなにたくさん友達、払わって、ね、話せる人がいなくても、まあ、1人2人いればその子にはちょっとこう言って、でまあ嘘を晴らすというか、もしくはその子にも言えへんようなことをとにかく寝込むとかなんかそうやって自分に、まあ、自分の感情に正直にやってれば結構またエネルギーが湧いてきて、なんかやったろうかなみたいな。感情、自分の感情に正直に言う。そうです、感情を分かってあげるってことですかね。そうですね、まあ、自分しか自分に寄り添ってあげれないし 100%、 やっぱりそこはなんか、うん、周りと比べることなく自分自身がここに聞いて一番いい方法を見つけて、それには傷はつくけど、傷つくししんどくなるけど、でもやっぱこれ選んだの後悔したくないよねっていう感じでやってきました。だからあのなんていうのかな、今、まあ、まあ若い、まあ、10代の方も、はい、20代も30代も40代も、うん、ね、50代でも60代でも、はい、そのなんかこうまだ出し切れないとか、自分の好きなことがわからないとか、なんかやりたいけどできないとかっていう人に何かこうメッセージがあったら、はい、そうですね、なんか、はい、日本って
ってやっぱりすごい安全な国やし、本当に美しい国やと思うんですよ、はい、だから守られてるし、なんだかんだ言ったってやっぱ戦争起こってるわけじゃないし、うん、ご飯食べれへんわけじゃないし、はい、だからまあそういうところで生かされてることにこう甘んじてね、はい、でも私が今言ってきたみたいにやっぱなんか抱えて、うん、なんかもうちょっとこうやりたいよねって絶対みんな思ってて、ね、はい、うん、そしたら今の時代やったらそれこそネットとかの仲間増やすことは結構割とこう発信すれば、うんうんうん、集まってきてくれたりとかすると思うし、なぜこうそうですね、やらないよりはやった方が楽しいというのは私はもうそれは実感していることなので、皆さんにアドバイスするような立場ではないけれども、なんか一回きりの人生やったら失敗しても楽しいことをやりましょうよっていう感じで、まあ、またどこかで私見かけたらこう元気もらいましたと、まあ、お互い元気になりましょうねみたいな、そんなんでも私は奈良国際映画祭をやってるし、子どもたちにはそうやってやりたいことあって泣いて帰ってきたら、まあとりあえず温かいスープは一緒に飲もうかみたいな、そういう大人でありたいなと思うし、まあ家族だけじゃなくって、はい、うん、みんなそうやって支え合ってやってるから、地域含めてね、うん、日本が元気になったらいいなと思うんで、はい、はい、素晴らしいですね最後にね、そしたら、はい、川瀬直美さんにとって、うん、人生とは何ですか？人生命短し恋せよ乙女ですか、ね、いいですね綺麗にまとめていただきました本当に今日はお忙しいところ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。